こんにちは、橋本です。よろしくお願いします。今日はですね、永井秀和さんの、ツイートというかね、Facebook をちょっと見て、2つちょっと紹介したいのがあるんで、僕なりの考察で話をしたいと思います。で、永井さんはね、元創価学会員だったということで、弟さんは、創価学会の大幹部をなされていると。だけど、先日、その息子が、弟が、金がなくて、親にせびっていると いうことをね、暴露しているツイートを、紹介もしました。で、今回は、政教新聞っていうものがあって、それに対する永井さん的なコメントが出ていて、それをちょっと、まず一つ読み上げます。いいでしょうか。創価学会は、政教新聞の配達を無冠の友、配達員にやらせてきた。通常、新聞の配達する場合は、非雇用者としての最低賃金以上の賃金で請け負う。創価学会員の配達員は、雇用、就業、をしているという形態ではない。輸送コストを抑えて、教団への利益を上げる徹底した利潤重視システム配送って、かなりきつい、厳しいコメントをね、書かれました。で、それに対して、リツイートされてるのはいくつか見たんだけど、これが今度は多分これね、学会の内部の人なんだね。非難がすごいよ。一つね、ものを申すときに、必ずこうやってね、物議をかわ、か、あの、交わす。これは致し方ない。一つの出来事に対して、ね、批判的な立場の人は、批判的なコメントをするし、この一つのこの出来事に対して本当に命を懸けてね、これが幸せだって言ってる人にからすればね、永井さんとか僕なんかは憎しということになると思います。これも、いつも常々言う、二極化です。対極ね、陰と陽ね、正しい正しくないのところで二極化の中で戦ってるっていうね、そういうことの表れです。僕はここで一つポイントとして言いたいのは、とにかく、世間の人はこの二極化からね、ほとんどの人はもう抜けられない。だけれども、僕のこの動画を見に来てくれている人だけは、もうこの二極からの脱却は、ぜひ、共有していただきたいなと思います。事実だとか、ちょっと面白い記事は紹介はしていきますけれども、ね、それに対していろんな感情が湧き上がってくるけれども、その感情に対して前進をしていってください。ね、心地よければそれは OK なんだけど、心地よくなかったり、不平不満が出たり、そういったことの時には、言葉にする、行動に移す前に、まず自分で内観、前進をして、自分の心を一旦、ね、落ち着かせてください。これはね、癖をつけるしかないので、ぜひ、共鳴した人だけはやってください。よろしくお願いします。それともう一つ、非常に僕ね、感動した永井秀和さんの、ツイートがあったんで、これはね、ちょっとちゃんと読まさせてもらいます。永井さんって、ただ創価学会を脱会しただけではなくて、ちゃんとスピリチュアルをちゃんと学んでいました。ね。スピリチュアルを。それも非常に僕としとも、共鳴する部分が非常に多い内容のことを書かれてましたので、ここはちゃんと読ませていただきます。よろしくお願いします。霊的熟成とはっていうタイトルです。すごいね。1、他人を変えようとするのはやめて、自分自身を変えることに集中する。その時ですと。
に、人をありのままに受け入れることです。ありのままに受け入れることです。3、誰もが自分の味方で正しいと理解したときです。3、誰もが自分の味方で正しいと理解したときです。4、手放すことを学ぶときです。手放すことを学ぶときです。5、それは人間関係に期待を持たず、与える喜びのために自分自身を与えることができるときです。深いよ、これ。与える喜びのために自分自身を与えることができるときです。わかる？これ。これ相当深いよ、これ。魂のレベルが高くないとこんなこと言えません。6、私たちがしていることは、私たち自身の平和のためにしていることを理解したときです。深いなぁ。7、それは自分がどれだけ頭が良いかを世界に示すのをやめるときです。すごいなぁ。8、他人からの承認を求めるのをやめるときです。すごい。9、自分を他人と比較するのをやめるときです。10、それはあなたが自分自身と平和であるときです。深い。あなたがだよ。自分自身と平和であるときです。ああ。これ、先進で言うところの、ご法度の心がないっていう状態。統合って言い方でいけば、本当に、ね、負の感情と一つになったよ、ということだね。すごい。11、精神的な成熟とは、必要と欲しいを区別し、その欲求を手放すことができるときです。すごいなぁ。最後に、そして最も重要なこと。物質的なものに幸せを見つけることをやめる。やめると、精神的な成熟が得られます。すごい！いやー、完全にもう、永井さんはスピリットの世界の人になってます。だから、もう一宗教、創価学会っていうもう枠を超えて、もう自分が神、そして自分が全て創造主、自分が源であるっていう、もうそこからの、これはコメントですね。だから、一つの宗教に入って、それが正しい正しくない。他の宗教と比較してどうのこうのって、もうそんなね、ちっぽけな世界観は、もうとっくのとうに、この永井さんの世界観にもない。これが、この文面を読むだけで、明確にわかります。これ、どうやって貼り付けたらいいんだろう。まあいいや、わかんねえな。まあとにかく、ピンときた人、僕のこの今回言ったこの永井さんの全部で12個言ったこのコメントをちょっと何回か繰り返し、聞き直ししてみてください。そして何か感じてください。よろしくお願いします。僕は、表現の違いこそあれ、全く同じ感覚です、これは。全く一緒。なんかますます、この永井さんのことが大好きになりました。で、最後にね、皆さんに、きちんと、これだけはお伝えしたいんですが、
今ね、スピリチュアル、スピリチュアルって僕ずっと言ってますけど、ね。で、これね、スピリチュアルだからとかって言うんじゃないんですよ、もう。うん、もう、目覚めてる、地球全体の目覚めてる人から見ると、どこどこ宗教ですなんて言ってもう恥ずかしいんですよ。もう、私の世界観はスピリチュアルです。私の世界観はスピリットです。っていうふうに、自分の、ことをきちっと言える人がこれからは称賛される時代ですからね。でもう、あと1年もするともうスピリチュアルっていうのが普通の教育になります。教育だから子供にもう小学校1年生で道徳の中の時間でスピリチュアルって何ですかって、スピリットって何ですかって、創造主って何ですかって、そういうような話がこれから普通になっていく時代です。教育なんですよ。で、何遍も言ってんだけど、石屋はこの、精神的性のね、こういう宇宙にある、脈々とある絶対法則ってあるの。宇宙の法則、例えば輪廻転生ね、それから因果応報、これ日本的な言葉で言ってるけども、これこの2つだけ取ったってもうもう宇宙のちゃんとしたルールなの。ルール、魂のスピリットの。だからこれは教育なんです。教育だからね、もう怪しいとか、もう変な宗教にはまってるとかね、そういう発想のいる人は本当にもうね、ちゃんと勉強してくださいね。ここだけは厳しく言います。もうね、そんなこと言ってたらあなたが乗り遅れる、うん、だから言ってるんです。批判で言ってるんじゃないんですよ、ここも。そう、要するに本当に目覚めてほしいからただ言ってるだけなんです。まあそういったことで、ちょっと、永井さんの、Facebook を通して非常に僕は創価学会のコメント、政教新聞のコメントが面白かったのと、今回の、霊的熟成とはっていうタイトルのこの内容が非常に良かったので、紹介させていただきました。ありがとうございます。